はい、こんにちは。チャンネルワールドです。はい、今日はですね、フォートナイトのアリーナ、コンテンダーリーグにこの前突入したので、うん、僕らが通用するのかをちょっとやってみたいなと思います。うん、はい。まずはソロでいきます。うん、お父ちゃんソロ、エイシン君ソロでね、はい、やってみたいなと思います。はい。じゃあ早速やっていきましょう。クリエイターサポートはマイチャンネルでよろしくね。さあ、マイナス20ハイプされました。はい。あんまり自信がないので、やっぱりクラッキーに行きます。じゃあ行きます。ジャンピング。僕はね、補助のグーでした。ナイバナナボンバー。なんかガイムの必殺技みたい。そうだね。うん、ああ、それか。お、敵いないね。一人向こうから来てる。一人いる？さあ、まずはミニポーノいます。お、やった。マジか、大箱ナイス。え、タクショ。お、タクショ素晴らしい。強い。青ポン。お、青バースト出てるとこに。あ、デカポ。あ、SMG あった、ラッキー。お、おすすめカンスト。ほんとだ、これで全然違う。さっきのパレット回収法ね。そこにもパレット。ほんとここパレットいっぱいあるの、ついに。そしてすぐにカウントしました。あ、嘘。マジで早い。全然感じで。どうしよう。こうした方がいいかな。いや、でも最初ら辺でこの装備はかなり強いね。6畳も手に入る。あぶな。わ、遠いな。リスキーもでも人いるかもしれないな。現在はパパマイナス20ハイプです。そうだよね、うん、16位かな、とりあえず行けば16位以内に入ってハイプをもらいたいところ。あれ確か60ハイプくらいだったよね。お、びっくりした。びっくりした。あ、怖かった。ハイプでビビるっていうね。あー、よかった、とりあえずこれでマイナスではない、うん、プラス40ハイプ。あー、ビビった。二人でビビっちゃったのね。チャキン、ビクって。スーパー。もらっとこ。じゃあこれでバレちゃうね、場所が、うん、建築すると結構バレやすいよね。青い光が出る。やばい。こう、輪っかがちっちゃい方だから、うん、遅いはずなんだよね、こっち側は。あ、ほんとだ、結構落とそう、うん、走るスピードと、ね、ストームのスピードだったら走るスピードの方が勝ってる。そうだよね、うん、てか今さだけど、その翼ジャンプするとき開くのかっこいいね。かっこいいね。紫色に光ってるから。あ、そこでやってる。そんなところに敵いた。あれ、何この人襲ってこないんだけど。あれだね、牽制状態。よし、ナイス、ハイプ。ナイス。危なかった。あ、よかった、倒せたね。あー、いや、速射式じゃなくていいかな。うん、速射式じゃない方が良さそう。で、レイジレイク超えなきゃいけないよね。これは結構きついかね。よかったね、とりあえず1キルできたね。1キルできた。できないと思ってたから。怖いね。ここにね、人いたんだよね。レイジ抜けちゃいたい。抜けた方がいいかもね。どこだろう。あ、え、撃たれた。バレたね。まあ、緑の中に黒い物体が動いてるんだから。まあそうだね、結構目立ちやすいけどね。さっきの人はちょっとあれだったね。いる。ああ、やっちゃった。11。いやー、
やってしまいました。11位でした。パパ、あ、惜しい。パパの残り850ハイプになりました。はい、はい、こんな感じでございました。じゃあ続いてエイシン君いっていきましょう。マエチャンネル、チャンネル登録よろしくね。はい、続いてエイシン君の画面にやってきました。はい、はい、ではエイシン君も頑張ってください。クラギーだね、ここは。もうジャンプだ、もうジャンプ。ジャンピーグー。確かにさっきも一人しかいなかったから、うん、クラギー意外と人気なさそうだね。人気ない、人気ない。完全に過疎化しちゃった。じゃあパパのルートで行かせてもらおうかな。いる周り？いないです。過疎に会いました、クラギーが。あとアンチがこっちに固めてくれれば。お、ミニポーがあるし。お、バーストまである。これはラッキー。おい、ショットが出た。デカポまで出ちゃったな。これ使わない方がいいんじゃない？あ、そっか、サイロンあるから。おし、あ、ナイス。よし、完走。あ、そうだ、早いな、ほんとに。やった、ラッキー。ショットガンいる、来い。ピスタル、ズバン、いらない。各所緑落ちてて、おっしゃ、落ちてた。ここら辺に青バースト、あ、落ちてない。あー、しかもアンチから外れた。じゃあさっさとアップグレードしていっちゃいましょう。そうだね。でスカーの方が強いんです。あ、確かね、やっぱり。あ、残してんだ、残してる。あ、残ってた。あ、そうだ、乾燥したんだった。お、入った。ハイプゲット、60ハイプゲットです。さっきのパパと大違いだね。まあもう慣れたね、さっきのでね。イモリ場所が欲しい。よし、誰か残ってる。ってことはここら辺はまだ来てない。周り中気にしながらね。チミ行くってのもありかもね。一番上まで行っちゃってね。ああ、逆にね。そうすると移動しやすいよね、あの次のアンチが決まった時に、うん、飛んで逃げられるから。いや、これ結構リスクを犯したくないな。まあそうだね、確かにね。で、緊張で震えまくってる。え、そう？本当に？寒いんじゃないの？あ、スチーミーから外れた？あー、結構何もないところ。マジですか？そしてスチーミー側から絶対出てくる、これ。あ、いた。ほら、そこ。ハンテル。うわ、あそこに櫓建築してる。あ、ほんとだ。右警戒してるとかいいよ。やばい、うわっ、待って待って、あ、マジか、今ので。これ来たよ。ナイスナイスナイス。とりあえず、とりあえず周りちょっと建築して。そう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 、オッケーオッケー、オッケー、よかった。エシン君も1キルとりあえずできました。で、それで欲しい、うん、ストーム来てる。もう行っちゃった方がいい。本当だ。ドラムガンゲットしたの？ドラムガンゲットした。やばい、来た、いた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 。あいつまだいただけよ。いるでしょ、そりゃあっちの方が高いから。やばい、来た。ちょっと一旦、危ねえ。ミニポ、ミニポ飲んで、ミニポ。そうだ、ミニポ焦った。来た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 、そこにいる。ドラムガンで、うわぁ、10位。マジか。あー、残念。ちょっと残念でした。うん、しょぼかった。はい、ということでエイシン君は残り910だね。うん、うん、頑張った。あの、パパ11でエイシン君10位ということで、うん、お互いに1キルずつ、まあ大体こんな感じ、うんだね、でも緊張したね。あ、緊張しちゃった。エイシン君特に緊張してたね、うん、っていうの方がやりやすい感じするかな、うんうん、You're watching my channel. Please subscribe. はい、ということで今日もやっていきましょう。ポケカコーナーですね。じゃあ今日のパパの分2パック一気にきます。せーの、ポンポン。エレブ、デスマス、人もし、私らが V。 おー、ダブルレ
よ。またパパまたダブルレア来た。すごい。ダイノーズ、ピッピ、ブーバー、オタマロ、ハッサム、そして最後にホラー超エネルギーですね。はい、じゃあ僕も2パック同時にいきます。せーの、ポッポッ。アサナン、キャモメ、ヌイコグマ、ケイホロウ、回収ネット、アイアント、モルペコ、ホシガリス、アップリュー、レアだね。レアだねこれね。エレキブル。私らが V 出ましたけど、トレードしますか。じゃあこのランプラーとブーバーとガーディでトレードお願いします。はい、よかろうよかろう。トレード成立ですね。やった V カードだ。やったパパね、結構火のカード集まってきたよ、うん、ということでアリーナソロを今回やってみたんだけど、うん、難しかったね、うん、で課題がねすごく今回見えたんで、うん、うちらやんなきゃいけないこととか、接敵した時ちょっと落ち着くべきだとかいろいろなんか考えることがあったんで、うん、まあいい経験になったかなと思います、うん、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。